こんばんは、みきこチャンネルのみきこと申します。ご無沙汰しております。今日は久しぶりに上げさせていただく動画になります。ベタちゃんたちの近況報告。ちびベタちゃんたちが今3ヶ月目と2ヶ月目に入る子が、一緒の45センチ水槽に入っている状況です。見ていただいてお分かりの通り、ものすごく大きくなりました。色もね、しっかりと出てきて、銀ちゃんとみつさんの青をしっかりと体に発色させてくれていて、とても綺麗です。で、オスとメスの判別がちょっとずつできるようになってきました。ただまだ2ヶ月目ぐらいの子たちはちょっとまだオスなのかメスなのか判別が難しい子もいます。多分でもこう見ると色が濃く出てる子はオスなのかなと思ったりで、縦線、婚姻線が出てる子もいるので、それはメスなのかなと思ったりっていう感じで見ております。で、まだね、みんな仲良しかなっていう感じです。ただちょっとした問題が発生しておりまして、動画の後でまたそれは載せるんですけども、こんなに早くこの子たちが成長するとは思っていなかったのでびっくりしているところです。こうやってね、陰で隠れてこっちを見てる可愛い子ちゃんもいるんですけど、多分この子はオスかなって思います。下びれっていうんですかね、下びれが長くてしっかりしてるのでオスだなとは思います。そうですね、それでここからが問題です。これです。合わせ作ってる子がいました。3ヶ月目にしても合わせを作るんですね。知らなかったので、無知だったので私がびっくりしました。合わせを作って、自分の基地なのか知らないですけど、みんなを寄せ付けません。で、すごくびっくりしたのは、さっき、交尾みたいなことをしてました。この子の顔はこんな感じ。なんだか知んないけど銀ちゃんにちょっと似てますね。めちゃくちゃこうフリアリングしてて、もうすごい気が強いです。すごく威張ってます。ただ私的には銀ちゃんの生まれ変わりみたいな子が現れてくれて嬉しくもあります。仕切りをしてあげて、ちゃんとオスはオス、メスはメスで分けてあげた方がいいよって阿部ちゃんさんから言っていただいたので、明日100均に行って園芸用の網をネットを買ってきて、で仕切りをしてあげようと思ってます。ここまで順調に育ってくれて嬉しいですけどね、ちょっと私が無知すぎてこの子たちの小競り合いになってしまったのが申し訳なかったんですけど、でちなみに今あげている餌はこれです。ベタプレミアム。これはもう粉々にしなくても食べれるようになってきてるので、ずいぶん楽になりました。はい、それではまたネットをしたらどういう風に、ベタマンションができたのかというのも報告させていただきますし、私自身のこともまた報告させていただきますので、動画をご覧になってくださっている皆さん、ちょっと時間は空いてしまいますが、また見てくださったら嬉しいです。この子さっきからすごい可愛い。はい、それでは今日の動画はここまでです。見てくださってありがとうございました。よかったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではこの辺で失礼いたします。